どうも、連続起業家ライオン兄さんです。誰でもセルフ年金が作れるお金の学校というテーマでチャンネルを運営しています。はい、今回のテーマはビットコイン、金、株が爆上げ、その理由はということで、例えば最近ね、ビットコインが200万円の価格を超えていって、金もね、反発していったんですけど、なぜこれ今価格が上昇しているのかってね、気になってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんので、今回はね、皆さんのそのもやもやした気持ちがすっきりするように原因を追求していきたいと思います。はい、でですね、現在この動画を撮っているのが、12月18日の5時15分頃なんですけど、実はね、12月16日の FOMC、 これね、 FRB っていうね、アメリカの中央銀行の会議のことを FOMC と言います。ここで、パウエル議長が量的緩和っていうね、お金のばらまきをまだまだ継続しますよ、それからゼロ金利、アメリカ今ゼロ金利になってますから、これも2022年末、つまり2023年頃まで継続するという発表があったんですね。ということで、2020年はコロナショックがあって、世界の中央銀行は現金、キャッシュのばらまきをしているんですね。特にアメリカドルの供給量は、この2020年に 1.7 倍になったんですね。で、これかなり異常な状態です。ちなみに円とかユーロは 1.3 倍ぐらいになっていると。いうことで、円、ユーロも供給量が増えてるんですけど、特に米ドルは供給量が増えてるということです。つまり現金の価値が希薄化していっている、価値が薄まってきているということが言えます。そしてこの金余りの時代、余った現金が株やビットコイン、ゴールドなどリスク資産に向かっているということなんですね。まあ金とか、安全資産じゃないんですかってね、思う方いらっしゃるかもしれないですけど、価格変動があるんでリスク資産ということ。現金は価格変動がないので無リスク資産、つまりリスクがない資産というふうに考えてください。はい、でこの現金が今こういったね、リスク資産に向かっています。この今の価格上昇、いつまで続くの、皆さんね、ここがね、一番気になるところだと思うんですけども、注目ポイントはFRB のこの量的緩和をいつまでするのかっていうのがまず注目ポイントです。そして2つ目にゼロ金利っていうのをね、いつまで継続するのかっていうのも注目ポイントです。まあ、2022年末まではやるということですね。あとは、おまけとしてコロナのワクチン、これにも注目していきましょう。例えばコロナのワクチンがで、あのね、しっかりしたやつができたりすると、あの一時的にやっぱり金とかは下落するっていうふうに考えられますし、ちょっとビットコインはどちらに動くかまだね、想像がつかないんですけど、まあ、一応どちらでも対応できるというふうにいいポジションを取っておいた方が良いと思います。で、株はコロナのワクチンがしっかりしたやつができて、承認されていくと株高になっていくと考えられます。はい、では世界の株価でマーケット全体を見ていきたいんですけども、まあ、例えばね、ニューヨークダウは3万ドルを超えて、ニューヨークダウ、そしてナスダック、S&P ともに堅調な状態です。日経平均も2万6000円の後半とかでまで来ていて、かなりね、強いということが言えます。これなんでこんなに上がってるのかっていうと、まあ、FRB とかね、日銀による金融緩和があるからということなんですね。なので、例えば日経平均2万6800円って、これちょっとね、高いよっていうふうにね、寝頃感から高いっていうふうに考えている方は、ちょっと今からは相場についていけないんじゃないかなというような状態です。まだまだこれは上がっていくということが言えます。はい、そしてアメリカの10年債ですね、10年国債、これは経済の体温計みたいなものですね。これがコロナショックでマックスね、 0.5% ぐらいまでいってたんですけど、まあ、今ね、長期金利 0.9% ぐらいまで回復しているというような状態です。そして注目すべきは、ゴールドが反発がありました。ゴールドの価格はこうダウントレンドになっていってたんですけど、まあ、最近ね、その FRB の発表とかによって価格上昇があったということですね。上値を抑えるトレンドラインを引いてみると、まだね、上に抜けてるとは言えないと思うんですけど、ここから上に抜けていくか、もう一度落とされるかっていうところを注目ポイントだと思います。そして最も注目すべきはビットコイン、これが非常に大きい上昇がありました。ここについては後でまた解説していきたいと思います。そしてあと注目すべきはドル円のレートですね。これが結構下落がありました。まあ、104円を割っていって、ドル円は104円を割って103円台に入っていってるということで、もうね、ずっと下降トレンドになっています。この時に為替で見ていくべきはドルインデックスというドルの強さを測る指標です。そうするとドルインデックスはもうかなり強い下降トレンドに入っていっていると。インデックスが90を割ってますから、かなり強い下降トレンドで、もう下にね、トレンドが出ちゃってるという状態になっています。なぜこうなっているかというと、 FRB がドルをばらまいているからですね。はい、ということで日経新聞のね、この FOMC の記事をちょっと読んでいきたいと思います。
はい、ということで、これが FRB の総資産の推移ということで、この2020年に4兆ドルから7兆ドルまで資産ですね、バランスシートを拡大しているということで、ドルの供給量が増えているということですね。この増やした供給量をどのように後始末するんだ、回収するんだということで、まあ、その不安からビットコインとかね、ゴールド、そして株が買われているという状態になっています。同じく日銀も FRB ほどではないですけど、この2020年にバランスシートを、ね、拡大しています。今回のビットコイン高騰のきっかけは、ジョージ・ソロス氏の右腕として名を馳せたドランケン・ミラーやポール・チューダー・ジョーンズなど、アメリカのね、こういったね、機関投資家が、まあ、ビットコインを投資手段として認知した、そして、購入を示唆したことだったということで、機関投資家が買い出しているということで、まあ、これからね、結構強いような値動きがしていくんじゃないかなっていうのが予想されます。はい。ということで、ビットコインのチャート分析もしていきたいんですけども、これはビットコインの冷やしチャートです。ビットバンクのね、チャートを使ってるんですけど、そうするとね、ここ200万円で、頭を抑えられたところが上にスコンと抜けたという状態ですね。そして、見づらいんですけども、ここ、MACD がゴールデンクロスしているので、買いサインが点灯しています。あと皆さんが利益確定の時に特に見ていかないといけないっていうのは、結局、月足の上髭が長い上髭で終わった時ですね。この時は下落のサインになっていてトレンド転換していくっていうね、ここもそうですけど流れになっていくと思うんですけど、先月の陽線ですね、これヒゲがほとんど出ない状態で終わってるから強い、まだ上がっていくっていうことを示していました。そして今月に入ってからもまだ強い長い上ヒゲが出てないという状態ですね。なのでこの長い上ヒゲが出るまではホールドして良いんじゃないかなということが言えます。そして過去最高値を更新していくと、もう上はね真空状態になるので、ちょっとどこまで上がるかわからないということが言えます。そして RSI で分析していくと、現在ね、76ぐらいなんですけど、過去ビットコインは96ぐらいまで RSI が上がったっていうねことがあるので、なのでこれからまだまだ上がっていく、むしろバブル相場になるんではないかというふうに考えられます。ただしビットコインっていうのはあくまでね、これはもう投機対象であって、まあ、バイアンドホールドで複利を利かせながら資産を増やすようなね、金融商品ではないので、ライオン兄さんのおすすめは、まあ、ビットコインはポートフォリオのね、少しの部分、もう 3% とか 5% ぐらいで、まあ、遊ぶ程度でやっておいて、まあ、ポートフォリオの中心は、株に投資して、これを長期で資産運用して、将来的にはこの株があなたにお金を稼いでくれるというね、マネーマシンを作るのがおすすめです。で、具体的に投資のやり方っていうのを無料の勉強会で、教えておりますので、よろしければ動画説明欄の方からセミナーにご参加、それから投資の無料教材もプレゼントしておりますので、説明欄の方からお受け取りください。以上で今回の動画を終わらせていただきます。よかったと思われた方は高評価ボタンとチャンネル登録もお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。